こんにちは。こんにちは。あ、久しぶりに出た。こんにちは。直樹マンさん。そうそう。はい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 。直樹マン師匠。はい。はい。あ、ちょっと話題がメジャーリーグ海越えちゃうんですけれども、はい、ここ最近、はい、メジャーリーグって2番に強打者を置くっていうことをずっとしてるじゃないですか。まだそれ、はい、あのセーバーメトリックスの理論に基づいて行われて、はいはい、でそれが最近日本にもこう伝わってきて、ここまあまあでもここ数年っていうよりも、うん、結構前からやってるチームはあるけど、あんまり目立ってないだけでね。はい。まあ、走りとしたら日本ハムの小笠原。そうなんですよね。90年から始まってるよね。ただ小笠原その時にそんなに実績もなくて、はい、まあ打てるバッターなんだって。たんだけど、はい、そのまあ、確率的に DH を使う理由って、うん、やっぱ打てる人を先に持っていった方が8番9番で打ち取られる率と、はい、DH を使って打てる人がまだ下位にもいるっていう考え方とはやっぱちょっと違うんだよね。まあ、そうですね、うん、ただ本当に昔のイメージだと2番っていうとバントが上手い。ああ、バントしか知らなかったもんな。いや、そうですよね。教授だってかわいそう。お前バントしにお前プロ入ったのかっていうぐらいバントしてたやつもいる。常にそうですよね、うん、っていうイメージがあったんですけど、だから2番って昔豊さんの時代もそうですけど、はい、そのとにかくあの、まあ、細かい作業ができたというね。長距離あの打者じゃなくてってことですよね、うん、だから監督のサインに対して忠実に動け、うん、それを実行できる人が、うん、まあ、長打がなくてね、はい、2番に置いてつなぎ役という、うん、ことで2番っていうのは成立してたんだけど、うん、まあ、最近一つのアウトを簡単にやるなという、はい、まあ、理論ができてきてね、うん、まあ、あのバントをしてセカンドに送って得点する確率と、はい、強行に行って帰ってくる得点をする確率っていうのはそんなに変わらないんだよね、うん、だから無駄にやるよりは打たしていった方がいいんじゃないかっていうことから、うん、まあ、最強説っていうのが生まれてきてるんだよね。一番の成功例ってどこのチームの誰ですか、豊さんの中で。日本で。日本で。いや、メジャーだったら、まあ、そのヤンキースが優勝した時のAロッドが2番を打ってたりだとか、うん、まあそうだね、まあ、そのエンジェルスのトラウトっていう選手ももう最強の打者なんだけどさ、うん、2番を打ってるという、はい、だから2番っていう固定観念が、うん、日本人の中にあるから、なんで2番を出すんだよっていうことになるけど、はい、とにかく怖いバッターがピッチャー並んだ方が嫌だよね。いや、当然そうですよね。気が抜けないし。え、気が抜けない。気が抜けない。なんかそんなんですか。いやいや、気が抜けないって言うから。いや、お前は滑舌悪い。いやいや、だって左もそうですか。いや、だってさ、はい、先発ピッチャーがまあ、仮にフォアボールを出すとするじゃん、うん、先頭打者に、うん、で、昔の野球っていうのはまあ、フォアボールで出しても、あ、次バントしてくるんだろうって、ワンアウトくれるんだろうって投げてしっかりワンアウト取れれば、まあ、それで落ち着くよね。まあ、そうですよね。でもそこに最強のバッターが来たら、そりゃ嫌だよ。連続フォアボールっていうのも嫌だしさ。そうすると、まあ、そこの3、4、5って迎える、そっから、うん、ですもんね。2、3、4って、うんうんうん、打てるバッターが揃ってるとするとさ、はい、もうそこでやっぱりもう大量点っていうのを頭に描くよね、ピッチャーって。だって最強のバッターが2番に来るんだよ。嫌ですよ。で、甘い球はホームラン打たれたりとかもするんだよ、うん、そんなこと考えるとさ、普通嫌だよね。ワンアウトくれないんだから。そうですよ、ね、簡単には、うん、ということで2番最強説っていうのが、はい、まあ言われ出したのかなって。まあバントの確率で入る得点と強行でいっても変わらないというね、うん、そういう数字的なものも出てるし、うんうん、だから2番最強説ということが言われてるんだと思うけど、はいはい、見てみましょうか。各チームの、はい、去年のそうですね、2番に座った選手たちなんですけど、うん、まずソフトバンクは間宮選手、はい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 、2番、まあ、今宮だと相手にいやらしい印象を受けるよね。ああの一発とかではなくていやらしいっていうことですね、うん、いやらしいよね。だから本当にバントしてくるのか、セーフティーバントなのか、うん、強攻なのか、エンドランなのかって、うん、いろいろ考えさせるバッターの一人だよね。そうですね、はい、で日本ハムは太田大志選手。太田大志が一番楽なところは、はい、やっぱもう強行しかないということだよね、うん、あんまり細かい作業もしてこない、もうとにかく太田の打力にかけるという、はい、だからゲッツも多かったんだよね。あ、そういうことですね、うん、そういうリスクはあったよね、はい、で西武は、源田選手。まあ源田でも、うん、
だから細かいのをやるのかなと思ったら、西武らしくきっちり打ってきてたよね。源田はやっぱり打たしても太田とは違ってゲッツーがないということだよね。少ないということだよね。ということはその太田選手、太田も足速いんだよ実は。めちゃくちゃ速いんだけど、でもなんかこう振って振って右バッターで走るから、で打球も速いし、でゲッツーを取られるという、で源田はゲッツーが少ないというね。そうするとなんか、まあ、チーム的には使いやすいのかなって源田選手の方が、で、楽天は島内選手。でもまあ島内もバットコントロールうまいし、まあ、意外と何でもできるバッターだよね。はい、はい、でロッテはあのもう移籍、今年ね移籍しましたけれども、はい、鈴木大地選手、はいはいはい、まあ、バントもやったしね、はい、まあ、いろんなことがやっぱりできる選手、ね、うん、でオリックスは西浦選手、まあ、だから結局さ、はい、2番最強説って言いながら中途半端だよね。あ、そうか、最強ゲッツーは打たせたら、強行行っても打たせたくないとか、場合によっちゃ何でもできるとか、何でもオールマイティにできちゃう、もう正々堂々と行こうよということで、今年は2番最強説でいいじゃないかって、もういやもうここまでやるの言うんだったらね、ちなみにセリーグも見ておきます。あ、セリーグ、セリーグ見ておきましょうか。でセリーグはもう巨人は坂本選手、はい、まあ、なんか巨人の2番の最強って言ったら、いや最強でしょ、うん、2番で MVP 取ってるしさ。そうですよね、40発打ってるわけ、はい、これが最強っていうのかもしれない、ね、いやそれが最強でしょ。そうですね。で広島は、菊池選手、まあ菊池、まあ、田中菊丸っていう一つのトリオが看板だった時代があるから、はい、だからまあ2番からね、菊池慣れ親しんだ打順を打たしたと思うけどね、はいはい、でヤクルトが、山崎選手、まあちょっと弱いよね、なんかそうインパクト的に。そうですよね、うん、で阪神は糸原選手、うんうん、弱いよね。ちょっと、まあ、弱いっていう言い方がさ、不快に聞こえる人もいるかもわかんないけど、だから相手にとって怖いとか、そうそうそう、脅威に当たるかってことですよね。そうだから、うん、何をしたいんだって、バントしたさせたいのかって、うん、とか、うん、もうバントで徹底いくんだったらそういうチームがあってもいいと思うんだけどね。まあ、そうですね、うん、で中日が、京田選手、はい、で、DeNA が宮崎選手というずらっと今、はい、セカのを挙げてみましたけど、はい、豊さん的には、うん、まあちょっとこれは最強じゃないか、いやもう最強説にするんだったら最強にしちゃいいじゃないかと思って、中途半端せずに、ああ、うん、だからもうソフトバンクは柳田、うんギータ、もういきなり2番にやってくるんだ。だって4番いるもんだって。あ、まあいっぱいですけどね。だってバレンティンも入ってるし、うんうんうん、ギータ2番だったら嫌だぞ、まあ足速いし。あ、そうですよ。ホームラン打てるし。嫌ですね。いきなりなんか1番、もう2番でこうやってくるんですもんね。いや、そうだよ。うん、で日本ハムは、まあこれ順不動だけどね。はい、あの中田。あ、なんか一説によると今年中田選手が2番座るんじゃないか。いや、面白いんじゃないの。え、じゃあ太田大選手は4番でいい。あ、4番でいい。 3番でも4番でいい。で、西武山田引けるもん、2番に2番山田としこいとか言われて、さあ、来いとか言われて、そうですね、打たれたらどすかい言われて、もう、うん、いや、嫌でしょ。お前、おかわり山川って並べたらお前どれだけ嫌か。嫌ですね。え、みたいな。2人でお前100本近く行くんだよ、ホームラン。それが 1,2、ね、番だったら嫌じゃない？ 1,2 番でですか。でオリックスは吉田。ああ、もう2番に置くんですね。だって AJ がいるじゃん。AJ さん 4でもいい。4にして、うわ、確かにそれは最強だし。で T 岡田が調子を上げればさ、3番を置いたっていい。でロッテは、まあ、ちょっとここら辺が弱い井上誠也にしようかなと思ったんだけど、はい、ちょっと足が遅すぎるなと思って。足もちょっと速くなきゃダメなんですか。足は速い。じゃあギーターの2番と、うん、井上誠也の2番じゃ足の差が出るよね、うん、かなり。ギーターが速いですもんね。だからマーティンでいいんだよ。外国ロッテもマーティン、うん、で楽天は浅村。もう2番に浅村嫌じゃない。嫌ですもん。嫌だろ。2番に。そうだろ。急に来るんです ね、はい、じゃあセリーグ行きましょう。はい、まあ、巨人は坂本だよね。まあもうそのまんまでいいですね。もうそのまんまでいいですよ。一番当てはまってますね。いや、はまってると思う。最強の2番打者に。で、右にも打つのうまいしね。場合によっては。そっか、バットコントロールもうまいしさ。はい。いいなと思って。DeNA は？オースティン。オースティンは2番をずっと試されてるよね。そこで結果も出てるし。じゃあもう2番でいくんですか？2番でいいと思う。もうバントなんかしない。もうしない。しないそれはもう絶対しないでしょうね、外国人だし。それヤクルト。山田。
あ、いいですね。これもいいですよね。だってバランスが一番取れてる選手だよね、うん、3割30本30盗塁できる。そうですよね。そしたら最適な2番になる、うん、で、中日平田、ああ平田選手は2番、平田パンチ力もあるし、うんうん、足速いし、うん、右打つのうまいし、うん、だからいいと思う。平田選手ってこれまで2番ってなかったどうなんですかね。なんかあっても最強打者で良さそうな気持ち。なんか2番って柔らかいイメージがあるな、ね、はい、柔らかいバッティングガチガチだけど、うん、似てる似てるなんでそんな力入れるルーティンがあるんでしょうね。ルーティンがある、うん、でも平田なんかいいと思うね、はい、見てみたい。で阪神一人もう自由にやれって宇宙人、まあ、何も考えなくていいから自由にやれ。ハマりそうですね。ハマったら足速いし、いやだから足が万全であればね、はい、いいと思う。お、いいかもしれない。で広島は鈴木誠也。おー、これいいじゃん。いいですね。お、足もあるし、はい、これが最強じゃないの。これ本当の最強でしょうね。こういうのを本当に最強って言うんでしょうね。あ、それでね、俺はね感じたことがあるんだよ。あの e ベースボールってこのゲームのね、うんうんうん、大会があったんだよ、はい、その時面白い、やっぱ打順組むんだよ。何、5イニング制なんだよ、はい、そしたら、うん、打てる順から並べて、あ、各チームの4番バッターが1番打ってたりとかするケースが多いの。だから5回までしかないからってこと、打順を回そうとしてる。あ、でもさ、現代野球ってさ、うん、7、8、9になったら、うん、結局そういうことだよね。打てない、打てないですね。あのソフトバンクのさ、うん、抑え3枚並ばれた時に、うん、なかなかチャンス打てないじゃない、はい、最強じゃない、うん、150キロを超すピッチャーがボンボン出てくるんだよ、はい、そしたら6回まで勝負だよね、うん、そうですね、言えば、うん、そしたらもう打てるやつを並べてた方が理にかなってない、うん、あ、確かにそうですよね。なんか綺麗に打順を組むよりは、うん、もう打順減ったぶりもあるかみたいな、うん、打てる順番から並べていくというさ、アマチュアの人ってよく考えてるわ、我々よりも。なんか頭柔軟ですね。いや、そう、我々は固定観念があるじゃん、はあ、ある程度の、うん、一番だったらこういうタイプみたいな、うん、関係ない、もういいとこからどんどんとにかく回せって打順が、あ、それはね勉強になったよ俺いや、やっぱね固定観念は罪だって野村さんが言ったでしょ。そうなんですね、固定観念に縛られちゃいけないということだよ。まあね、今回ちょっと最強の2番バッター、うん、最強2番説でやりましたけれども、はい、ちょっと固定観念は捨てて、なんか豊さんのね、そういう、そうだよ、だからチームをどこと対戦するかによって打順の組み方が全然変わってきても面白いということだよ。もしかしたらこれ5年後そうなってるかもしれないですよね。ああ、面白いですね、そう考えると。監督待ってます。はい。